思ってます。長官は留任です。それでは岸田総理は今般内閣改造を行うことといたしました。内閣官房長官につきましては引き続き私が担うこととなりました。外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔、財務大臣内閣府特命担当大臣、金融デフレ脱却担当鈴木俊一留任。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.